ビビりすぎだって、友明。僕たちは同じ高校のサッカー部だ。この日、僕は罰ゲームで負けて、橋の上から川にダイブすることになった。大丈夫、人は川なんだからよ。でも、しかもこの川はそんなに深くはなさそうで。この高さから落ちたら一体どうなっちゃうんだよ。僕は河村智明、高校2年生だ。僕は高所恐怖症だ。2階の窓の外さえ怖くて見れないくらいだった。大丈夫大丈夫、バンジーだってこんな感じだろ。でもバンジーは紐がついてるじゃないか。この人は同じクラスの宮田博樹くん。彼の発案で僕はこんなことをする羽目になってしまったのだ。じゃんけんほい。ウェイ、俺の勝ち。僕の負けだ。ひろきくんはいつも罰ゲームをかけて勝負を仕掛けてくるんだ。この間もじゃんけんに負けて学食を好きなだけおごる羽目になった。よし、じゃあ次じゃん負け学校に一泊な。ひろきくんは同じ部活の僕を断るごとに巻き込んでくる。普段友達がいない僕だからこうやって誘ってくれるのは嬉しいけど、僕はいつかものすごい罰ゲームを受けてしまうんじゃないかとハラハラしていたんだ。そして今日、ついにその日が来た。イエーイ。じゃあ友明な。学校帰り、この橋からダイブする罰をかけて僕は負けてしまったのだ。高さはおよそ20メートルはありそうだ。そこからの紐なしバンジー、僕は今にも失禁してしまいそうなほど怖かった。でもいつまでもこうしちゃいられない。よし行くぞ。僕は覚悟を決めて。お、行くのか。僕は一歩欄干の端ににじり寄った。大丈夫、下は水だ。自分にそう言い聞かせて、次の瞬間、ダメだ、怖いよ。僕は最後の一歩が踏み出せなかった。はぁ、やっぱりやめておくよ。僕にはできないんだ。そりゃねえよ。僕はとにかく一度欄干を降りようと思った。心を落ち着かしたかったんだ。だけどその時、ルールさ、男と男の勝負をしただろ。その瞬間、世界がスローモーションになった。そんな、心の準備もできていないのに。どんなに願っても時間を巻き戻すことはできなかった。僕はバランスを崩して真っ逆さまに。そして、うわー、僕は川に落ちたけど、うわ、やっぱり川底は浅かったんだ。川底の岩に思い切り背中をぶつけてしまった。感じたことのない激痛が背中を走った。動かない。僕はそれから体を動かすことができず、呼吸をするためにもがくこともできなかった。いや、流れてるぜ、桃かよ。よっしゃ、いいもん見れたし行きますか。そんな。そしてひろきくんたちはそのまま帰ってしまったのだった。大変だ。その男性の声を最後に僕の記憶は途絶えた。そして次に目を覚ました時、僕は病室のベッドにいた。友明。母さん。そばではお母さんが泣いていた。そして僕はすぐに異変に気がついた。足に力が入らない。脊髄損傷です。そう、僕は橋の上から落下した衝撃で脊髄を損傷し、下半身不随になっていたんだ。嘘だろ。障害等級4。僕には社会での日常生活、活動が著しく制限されるほどの後遺症が残ったんだ。ごめん、トイレ。はいはい。じゃあゆっくり下ろすぞ。うん。トイレに入浴、これまで当たり前にできていたことが一人ではできなくなり、満足に日常生活を送ることができなくなった。それだけじゃない、僕はもう大好きなサッカーすら続けることができなくなったんだ。小学生の時からずっと追い続けていた僕の夢だった。そして半年後、退院した僕は久しぶりに学校に登校することになった。車椅子で登校だなんて、僕は憂鬱だった。そして僕が教室に入っていくと、僕の席は、あれ、友明じゃん、お前生きてたのか。開口一番、ひろきくんは僕の顔を見て悪びれもせずそう言った。僕の席は、いや、お前がもう来ないかと思って勝手に片付けたそうだ。そして驚いたことに、どうやら学校では僕が一人でふざけて川に落ちたことになっていたようだ。僕は確かにひろきくんに背中を。僕は先生に本当のことを打ち明けたけど、ひろきくんたちは全員口裏を合わせていて、僕の言うことを信じてくれなかった。おいおい、人のせいにするなよ。妄想を語るのも大概にしろよ。僕は脊髄を損傷したんだぞ。僕はもう歩くことができないんだ。なのに、
なんでこんなことに。僕はあまりのことに涙が溢れた。僕はもう歩くことも走ることもできない。大好きなサッカーもできないんだ。そしてそんな最低の日々が続いて、ある日気がつくと僕は教会にいた。そこはある裏ぶれた路地裏にある放棄されている廃墟の教会だった。特段信心深いわけじゃなかったけど、ここ最近僕は罪の意識にとらわれていたんだ。僕は毎日夜も眠れないんです。悔しくて苦しくて。誰もいない懺悔室で僕は自分の罪を懺悔した。ひろきくんを同じ目に合わせてやりたいと思ってしまうんです。憎い、ひろきくんが憎いんです。僕の心にはどす黒い憎悪が渦巻いていた。だけどそのやり場がなかったんだ。なんでこんなことに。その時だ。お前の一番大切なものをよこせ。え、誰かいるんですか。誰もいないはずの向こう側から声が聞こえたんだ。お前の一番大切なものをよこせ。そうすれば望みを叶えてやる。誰ですか。あなたは一体。報酬はお前の一番大切なものだ。それを支払えばお前の依頼受けたまわる。え、僕の一番大切なもの。そして僕は。俺は気分が良かった。車椅子になっちまったと聞いた時はさすがにちょっとだけ焦ったが、証拠がない以上智明の話は誰も信じやしねえ。俺の完全勝利だ。俺がそんなことを考えながら家路についていると、何？俺のカバンがひったくりにあったんだ。泥棒！ひったくりはものすごい速度で逃亡を図り階段を駆け上がっていった。待ちやがれ！うわー！だが俺はあいにく全国レベルのエースストライカー、 100m10 秒台で走る健脚の持ち主だった。相手が悪かったな。俺は部活で鍛えた自慢の脚力でひったくりをとっ捕まえてやるつもりだった。だが階段を上がるとそこは大勢の外国人観光客団体であふれ返っていた。何？どこに行きやがった。右か左か。俺は完全にひったくりを見失ってしまった。しかしその時どけ団体が一斉に移動を始めて、なんなんだよてめえらは。押すんじゃねえ、どけ。完全に事故だった。え、俺は人並みに揉まれた結果足を踏み外して階段を、ちょ、数日後起きたら俺は下半身不随になっていた。背中から20段の階段を転げ落ち脊髄を損傷してしまったのだ。嘘だろ。俺は皮肉なことに智明と同じ体になっちまったんだ。それからの日々は最低だった。自分一人では用も足せず階段を歩くことさえできない。もちろんサッカーもやめざるを得ない。車椅子生活を余儀なくされた。そして数ヶ月後俺は車椅子で登校することになった。おいお前ら、みんな俺のことを遠巻きに見てひそひそ話してやがるだけ。いつも一緒につるんでいたダチも俺とは距離を置いた。その時ともあき、そこにはともあきの姿があった。よかった、俺会いたかったんだお前に。その姿を見て俺の心は温かくなった。え、俺は同じ境遇のともあきとずっと話がしたかったんだ。かつてはいがみ合っていたが、共通の悩みを持つ友達、今なら親友にでもなれそうだった。ごめんな、俺たち一緒になっちまったな。お前の大変さが分かったよ。これからは俺たち同じ境遇の友達として。次の瞬間、まだ普通に歩くのは辛いな。僕はアントンさんに紹介してもらった病院で治療を行い、奇跡的に少しずつだけど歩けるようになっていた。まさかひろきくんは僕の依頼のせいで。僕は怖いからそれ以上考えることはやめた。そしてあの教会には二度と近づかないと決めたんだ。でもどんな人だったんだろう。もうすぐだな。